岩生活助8月4日から1942年5月31日は日本の海軍軍人。特殊戦考艇、公表的帝長としてマダガスカル攻撃に参加し、戦死。二階級特進により最終階級は海軍隊員。香川県綾宇田郡山田村出身。税務署職員であった父が勤務していた愛媛県松山市に生まれる。 4人兄弟妹の次男であった。岩瀬は、父の転勤により、小中学校で3度の転校を経験した。入学した中学は、滋賀県立ゼゼ中学で、徳島県立池田中学に転入し、1938年、中学4年で、陸軍士官学校と海軍兵学校に合格した。海兵進学を選択し、1941年3月に卒業した。 岩瀬は海兵69期生で、このクラスは343名の同期生中223名が戦死している。特殊選考艇関係の戦死、または殉職者は岩瀬を含め4名である。右端岩瀬中央、秋枝右端高田中央、竹本昭尉候補生として、練習艦隊所属の軽巡洋艦、北上乗組となり、 パラオやアモヨ巡行する一月の航海を行った。空母、包相の陸みを経て、同年11月海軍少尉任官。翌月に日米海戦を控えた時期であり、岩瀬は特戦艇長として訓練を受ける。前年には岩瀬直次・秋枝サブローラの訓練が開始されており、岩瀬は20歳の最年少艇長であった。 太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃において、岩瀬ら、特戦、登場員9名が戦死し、軍令部は特戦による港湾侵入攻撃に慎重であったが、戦訓を取り入れた装備の改善などが実施され、第二次攻撃が決定した。実施部隊は新たに編成された第八、潜水戦隊に属し、さらに三個潜艦主体に区分される。岩瀬は、 インド洋方面の攻撃を担う抗戦権主体に属する特戦艇長に選ばれた。他の艇長は、秋枝、大田誠治、岩瀬艇の艇夫は高田高32等兵装である。水上規模艦、日清でペナンへ進出し、ここで特戦を母船に搭載した。岩瀬艇はイ16潜水艦へ搭載され、出撃は4月30日である。 しかし行動した海域には特有のうねぎがあり、母戦参艦は浸水を受ける。大盾を搭載したイ1 8潜水艦は攻撃を断念するに至った。偵察行動により英軍に占領されたマダガスカル島北部のディエゴス・アレスを攻撃目標に定め、5月31日夕刻、岩瀬は高田と共に出撃した。2 0潜水艦からは、丁調。 秋枝三郎サブロ隊員、帝府、竹本正美一党兵装が出撃している。湾内に侵入した特戦は、A 戦艦、ラミリーズ及び輸送船一隻に魚雷を命中させ、輸送船は沈没し、ラミリーズは一年余り戦線を離脱する損害を受けた。しかし、特戦二隻は未帰艦となり岩瀬ら四名は戦死とされた。当時からマダガスカル島に上陸し、 戦闘を交えた者の,の存在は知られていたが、今日では来撃後上陸して戦死したのは、秋枝、竹本であったことが判明している。岩瀬邸は校内に侵入した可能性はあるものの、発進後の行動は不明である。岩瀬邸の可能性のある特選は1989年に発見され、また上陸して戦死した者については断定は、難しいとの見解もある。 岩瀬の絶筆は豪気象ドンゴ大代クレチンジュフでの海軍層の後距離の山田村で、村層が営まれた。豊田上によれば245名。海兵68機制、前傾写真岩瀬の隣。後遣い独占水管作戦に従い、イ52潜水艦航海長として戦死。ありがとうございます。